食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたので、クリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は片木の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてね。桐生さんは登場過女という言葉を知ってますか？登場過女。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過女でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんた一体？あなたはひまわりで、錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。このましじゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。では
私はこれで。柏木さん、キリュウ、錦、お前大丈夫だったのか。おいマジかよ、よく殺されなかったな。ええ、なんとも。だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃあおやっさんももう大丈夫ってことか。おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。なんでだよ。お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだな、わかった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は登場会から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れない。柏木さんにはお前から伝えてくれ。おい何言ってんだよ水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ錦。きっちり筋は通す。筋って、お前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった。じゃあ後でな。
俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。わかってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サスに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前立花不動産って知ってるか？あ、立花不動産。組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ？立花不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ東上界のケツ持ちと勝ち合おうが、お構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立花不動産は札付きだ。東上界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べんのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わりだ。
竜、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。この店は何時から開くんだ？
誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。何なの、あんた。さっき言ってた人生一家ってのは？登場会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか？ああ、ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた、家族で店に住んでいる？住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？立花不動産だ。なんで急に？どうしよう、5、6人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。分かった。小田さん。どうも、生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは？ねえ、生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれていい。用心棒？誰に対してのです？立花不動産って仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何用が構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ？今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色付けて200万。生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた？あんたらがか？200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。
俺はな、勝手な理屈で弱い者の人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら。何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感に匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。
来い。何？何？ああ。うん。はあ。うん。
おい。お。何？Mm-hmm.
Yes.
おい。イエーイ。Yeah.